9月11日、鶴見川と隣接する新横浜公園で池の生き物の観察会が行われました。これは季節によって変化する新横浜公園内の生き物を親子で観察するという人気のイベントです。この日は魚を中心とした水辺の生き物を観察しました。最初に池で使う網の種類が説明され、講師が投網を実際に投げて魚を捕まえる様子を披露しました。事前に仕掛けておいた定置網からはクサガメやスッポンなど大きな生き物も見つかり、水槽に入れて観察しました。この日見つかった生き物たちは網の種類別に記録されます。参加者たちはモクズガニが食べているものやモツゴが大人になった時の大きさなどを熱心に質問していました。最後に池の水面を覆っている皮脂という植物を子どもたちが協力して陸に引っ張り上げ、種子の収穫を行いました。よいしょ、頑張れ。講師からは種子は一晩アク抜きをして火を通すと食べられることや栗のような甘みがあることが話されました。参加者は家に持ち帰る皮脂の収穫を時間いっぱい行い、3時間の観察会は終了しました。楽しかった。モクズガニ持ったこと、なんかいろんな生き物とか触れたから嬉しかったです。